トリニダード・トバゴ国防軍はトリニダード・トバゴの軍事組織。2007年時点で総員2700人。トリニダード・トバゴ大統領の指揮の下、国家安全保障大臣を通じて文民統制を受ける。国家安全保障省参加の軍事組織で陸軍であるトリニダード・トバゴ連隊沿岸警備隊と航空警備隊及び国防軍に予備役がある。 1962年にイギリスによる植民地支配から独立して以来、カリブ海諸国有数の軍隊でもある。トリニダード・トバゴ国防軍には世界で唯一のスティールパン軍学隊がある。トリニダード・トバゴ連隊は国防軍の主要部門を構成している。人員規模約2000人で連隊本部と4個の大隊からなる。これ以外にも、 義勇国防軍から名称を変更した国防軍予備役もある。連隊には二つの主要任務があり、国土防衛と地方法執行機関の支援がある。1970年のブラックパワーによる騒乱では、チャガラマスに所在する連隊駐屯地であるテトロン兵衛からポートオブスペインへ向かおうとしたハントに対し発砲して、これを阻止した。 トリニダード・トバゴ沿岸警備隊は、領海警備を、主とし、捜索救難や麻薬取り締り活動を任務とする。人員規模は、約700人で、沿岸警備隊長は、海軍大佐がつく。主要基地は、ストーブルズベイ、ハーツカット、ポイントフォーティン、トバゴ、ゲーレオタにある。トリニダード・トバゴ航空警備隊は、1966年に、創設された。 元々は沿岸警備隊航空隊であったが1977年に分離され運用されることとなる。2005年に航空警備隊に改称された。主要航空基地はピアルコ国際空港とクラウンポイント国際空港にあり、主たる任務は領空警備であるが実態は輸送業務や救難業務となっている。航空警備隊長は空軍大佐がつく。 トリニダード・トバゴ国防軍予備役は、かつて存在したトリニダード・トバゴ義勇国防軍を母体とする予備役である。主たる任務は、正規軍と地方自治体を支援し、召集後、即時戦闘できる状態を維持することにある。近年は、法執行機関を支援するために動員された。例としては2009年に開催された第5回。 米州サミットの警備のために招集された警備艇など25隻を保有する。ありがとうございます。